お疲れ原発、お疲れ原発、被爆はやめよう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 、原発やめよう、原発やめよう、さよなら原発、さよなら原発、お疲れ原発、お疲れ原発、原発はちょっと古い、原発はちょっと古い、電気は足りてる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 、バイバイ原発、バイバイ原発、さよなら原発、さよなら原発、再稼働をやめよう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 、電気は足りてる、電気は足りてる、さよなら原発、さよなら原発、ありがとう原発、ありがとう原発、お別れです、お別れです、ありがとう原発、ありがとう原発、お別れです、お別れです、電気は足りてる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 、常識ですから、常識ですから、常識ですから、電気は足りてる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 、当たり前でしょ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 、電気は足りてる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 、さよなら原発、さよなら原発、電気は足りてる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 、さよなら原発、さよなら原発、バイバイ原発、バイバイ原発、電気は足りてる、日曜の午後をお楽しみの皆様、お騒がせして申し訳ございません。マイクを握っておりますのは、お騒がわせ参議院議員、山本太郎と申します。そして今、この表参道を歩いているこの長蛇の列、みんな気をつけてよ。この皆さんはですね、お母さんたちなんです。子供を持つお母さん、お母さんたちが皆さんとこのメッセージを共有したいんだと、安倍総理、私たちの声を聞いてくださいと、電気は足りている、当然です。2013年の9月15日から日本の原発は全て止まりました。一機も動いていない状況で電力は足りています。地震に対して備えのない原発、これを世界最高水準という抽象的な言い方で再稼働しようとしています。とんでもない話です。東南海、南海トラフ、首都圏直下、この国では大地震がこれから起こるとテレビや新聞でも言われている状況、その中でこの原子力を動かしてしまえば、原子力発電所は動いているから安全、危険、そういうわけではないんです。原子力発電所は発電していなくても稼働していなくても危険な状況なんです。一刻も早く中から燃料を抜き出して、そして安全な場所で冷やし続けなければなりません。そんなことはテレビ新聞ではほとんど言われない。今原発なくても電気が足りている、それを無視して
事故からの教訓、東電原発からの事故からの教訓は一切無視したままで再稼働に突っ走ろうとしています。やめてくださいよそんなこと。その先に未来がありますか。ない。福島の東電原発事故があって、国や東電がやってくれたことはどんなことでしょうか。情報隠し、そしていろんなことを刷り込まれる。原発は安全だよ、よく言います。原発は安全じゃない、だから五重の壁で作られていた。中に入っている放射能が、放射性物質が危険だから五重の壁で守られていました。けれども今その中身が漏れ出した時に国が言ったことは、大丈夫、大して影響ないからって、とんでもない欺骗です。命を守るために、我が子を守るために、どうかこの声に耳を傾けてくださいと声を上げているのが、この列に加わっているお母さん方です。この列を歩いているのは、この道を歩いているのはお母さんたち、子供を持ったお母さんたち、ママたちが集まってやり始めたママデモです。みんなお母さんから生まれてきたんですよね。安倍晋三さんも石破さんも石原慎太郎さんも原発を推進する御用学者も、みんなお母さんから生まれてきたんです。そのお母さんたちは、その子たちが病気をしないように一生懸命育てた。そのお母さんの気持ちを分かってくださいよ。お母さんたちは自分たちの子供、そしてそのお友達がこの先もずっと持続可能な世の中で生きられるようにと祈っています。原発がなくても電力は足りている、それがはっきりした今、地震がいつ来るかわからないという今、地震に対して備えがない原発を抱えているという現状を見て、このまま再稼働に踏み込むのは、国民の命、この国に生きる人々の命を守る気概がないと言っても過言ではない。原発やめましょうよ。原発卒業しましょう。バイバイ原発。バイバイ原発。さよなら原発。さよなら原発。電気は足りてる。電気は足りてる。バイバイ原発。バイバイ原発。さよなら原発。さよなら原発。電力は足りている。電力は足りている。さよなら原発。お疲れ原発。お世話になりました。お世話になりました。ありがとう原発。ありがとう原発。お世話になりました。お世話になりました。お騒がせいたしております。この今日を上り下りされている皆様にも、ぜひ一度こちらに耳を傾けていただきたい。この列、長い列は一体何なのか。お母さんたちです。命を守ろうとするお母さんたちが、今安倍政権に対して、今の政治に対して、そして皆様に対してメッセージを届けようとしています。原発はいらないよ。原発お疲れ様でした。福島の東電原発からたくさんのことを学ばせてくれた原発さん、どうもありがとう、お疲れ様でしたと、今歩みを進めているのがお母さんたちなんです。みんなお母さんたちから生まれてきた。今この国では本当にお母さんたちの声は届いているでしょうか。届いていません。お母さんたちの声はものすごくシンプル。命を守ってください。子供たちが持続可能な世の中に生きられるようにしてください。そのようなものです。命を守るためには、持続可能な世の中を作るためには、原発を卒業するしかないんです。2013年9月15日から原発は一機も動いていない。全国にあった54基の原発は全て止まっている状況です。電力は足りている。でもどうしてそれが広く知られないんでしょうか。そこにはお金儲けがあるからなんですね。原子力にかかる数々の企業、電力会社だけではなく、三菱、東芝、日立、メガバンク、保険会社、数々の企業がこの原発から旨味を吸い取っている。こんな美味しい商売やめられませんという話なんですね。お金儲けが悪いとは言わない。商売がうまくいくって素晴らしいことじゃないですか。でも
命に関わることは考え直してほしいんです。持続可能な商売を続けてください。無理は言っていない。命を守れる政治を行ってください。そんなお母さんたちが今この列にたくさんいらっしゃいます。ぜひ一緒に声を上げませんか。美しいカップルの未来を守るためにも、美しいお嬢さん方の未来を守るためにも、原発は卒業するのが一番いいんですね。原発はいらない。原発を卒業しよう。さようなら原発。さようなら原発。バイバイ原発。バイバイ原発。電力は足りている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 。常識ですから。常識ですから。さよなら原発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 。バイバイ原発。バイバイ原発。原発さよなら。原発さよなら。電力は足りている。電力は足りている。気づいてください。信号待ちの皆さん、ご迷惑をおかけいたしております。今この長い列、表参道の坂の上から原宿方面に向かって流れているこの長い列は何かと申しますと、原発を止めてくださいよ、もっと持続可能な世の中を作ってくださいとメッセージを届けるお母さんたちです。ママでもね、ママでも、ママたちが集まってデモするから、ママデモでございます。ママデモの、ママデモの皆さんも言っていることはシンプル。子供たちを守ってね、命を守ってね。そのためには原発は必要ありません。2013年9月15日から原発は一機も動いていない。電力は足りている。停電が起きないのもそのせいなんですね。今原発を卒業することによって先々の大きな地震にも備えができます。地震に原発は耐えられない。原発は地震に耐えられない。はっきりしてるんです。命を守るためにもどうか再稼働をやめてね。ママたちの願いです。原発さよなら。原発さよなら。バイバイ原発。バイバイ。